おはようございます。朝のトイレタイムです。本日はまあ雲ありますけれども気持ちのいいお天気ですね。確か気温は昨日と同じぐらいかな。30度以上にはならないと思います。風が結構ありますね。まあということで本日はお父さんですね、昨晩もお話しいたしましたが2時半ぐらいにね帰宅予定となっておりますので、まあそれまでの間ねお家のことやらなんやらして帰りを待とうと思います。ふみくん戻ってまいりましたが、んおしわりするの、ひにゃたぼこ、まねしようよ。タネくん待ってんじゃない、どっかいるかな。さてどこにいるかなと見ようと思ってお家の中覗いたら電池が切れましたが、皆さん腹減りでしゅね、まねしていきましょうね。待っててね。お、ちょっとイラついてる、いいのよ。あーやったまた。タネくんはもう一回寒さにしようと思ったんだけど、サムが逃げたからポミに向かってったな。もう本当に、はいはい、ご飯にしましょう。ご飯ね、ねねね。ただいま11時になるかな、日経マーケット行ってこようかなと思いまして、前回ね日経マーケット行った時になかったものがね欲しくて、お父さん帰ってきたらコスコに行こうねっていう話はしてるんだけど、まあちょっと日経マーケットは距離もあるからお父さんの間に行った方がいいかなと思いまして、何かメールが入りましたが行ってこようと思います。それでは行ってきます。日経マーケット着きました。行ってきまーす。お家帰ってきました。サムちゃんも外行きたいってアピールされてましたね。ポミも行きたがってたけど。サムちゃん何？下校者の観察？お仕事は？お仕事してきてよ。サムちゃんおいで。また後で日向ぼっこしよう。お買い物してきたものがあるのよ。まあまあそれ冷蔵庫入れたいんだ。ポミはお家配慮してますね。あ、よくなった。ちょっと日向ぼっこしゃしてようなの？お買い物してきたものを冷蔵庫入れたらまた来よ。はいね。あ、お利口者だな。どうじゃーん。ということでお買い物してきたものですね。まあそんなにいろいろないんだけど、こちらですね。リキッドの塩麹が欲しかったので、2本と、あとは薄切りのお肉、すき煮か何かにしようかなと思って。でも椎茸買うの忘れちゃって、椎茸冷凍庫にあるかなと思ったら、そういえばこの前食べきったんだと思って。まあまあまあ、どうしようかなと思いますが。あと非常食の塩ラーメンと、たこ焼きの粉。たこ焼きの粉はもううちないので、エビ入り天かす。ベビースターラーメン。いつになるかはわからないけど、もんじゃ焼きしたいのでお越し返し購入したし、入れようと思ってビビスタ、山屋のからし明太子バラコね。最近あんこのおやつをちょこちょこ作るので、オーガニックのこしあん2パック、大根2本、細めだったので2本にいたしました。でまあついでだからということで梅干しも購入しました。以上になります。よし、ではこちら片付けて間もなく1時ですね。お父さん、私が日経マーケット出るときにいつもの休憩スポットでおトイレ休憩してるって言ってたので、また多分ね、あと1時間かそこらで帰ってくるかもって思ってるんですけど。お、タニク出てきましたね。セカンドバスルームのね、棚の中いました、今日は。で、お父さんね、そう、帰ってきてからランチするっていうのでね、まあ、ちょっと掃除機かけたり、ランチの準備などなどして、お父さんの帰り待とうと思います。お父さん帰ってきたね。ちょっとまだ荷物あるんだよ。ただいま。ただいまでランチ。え？何？立ち寄って言ってる。何この声？うん？いなかったのよ、ジュットって言ってんの。うん、寂しかったのよね、たちね。なんかいい子してたの？すごくいい子よって。すごく香ばしいけど。うん。ポメも似合う。よかったね、帰ってきたのとしゃ。誰が？チュキなの？そうなの、お父さんのことチュキなんだもんね、ダムちゃんがね。よかったよ、今回も大歓迎。もうポミク撤収してますよ。ねえ、お父さんお荷物を運ぶんだって、見てきてじゃん、ダムちゃんね。お願いね、一緒にお手伝いして。よし、じゃあ私はすぐ食べれるようにね、準備してこう。最後ゲストルームにいるから、最後にただいましに行ったね、お父さん。あたちもよって言ってるよ。言ったもん。さっきいなくなったんだよ。逃げてきたけど。なんでね、あたちなのよ。世界はね。一切動いてなくなる。忙しいね、みんなね。お父さんお片付け開始してるかな。結局これ買ったんだって。小さかったから。そう。お、
お父さんのお土産チェリーだ。コーラルチェリーっていうのと、うん、これがなんかジャイアントビングって書いてある。でかいやつじゃん。でかいじゃん。一緒には見えないよ。別に何でもないねんけど、奥井って書いてあったから、あ、ちょっと動かないけど。だってお土産、あ、あ、桃もあった。今日私桃買おうと思ったんだよね。ありがとう、冷蔵庫入れよう。美味しそう。開けてお水を入れといて。何これ、なんか架空動き、ね、なんでこんな架空なんていうの。面白い、こういう動きなんだ。まあまあいいじゃん、扇風機が増えるのはいいことだ。ということでね、ご飯は納豆茶そばにいたしました。あとヨーグルトにぶどうのコンポートのせました。まあということで、ゆっくりね、座って食べようと思います。いただきます。目痛い。何して目痛い。目痛い。なんかさ、通りかかったらさ、舐められてるから。目痛い。目で回して、これですよ。激しいですね。よかったね、お父さん買ってきたの。お父さん、うまい？うまい？うまいのか、よかったね。ネトネトだけど、お父さんこれから出かけるんでしょ。おっきいにした方がいいと思うよ。幸せだね、よかったね、みんなね。ただいま4時12分です。お家を出ました。コスコと、まあどうだろう、どっか行ってくるかわかんないけど、とりあえずコスコ行ってくると思います。行ってきます。コスコ着きました、行ってきます。マーシャルズ来ました、行ってきます。ホームグッズにも来ました。行ってきます。お家帰ってきました。みんなご飯の時間ですね。サニ君もりもり食べてるけど、お父さん帰ってきた記念って言って、なんか美味しいのもらってたけど、真剣。ポメクとサムちゃんも待ってますね。ということで、お買い物してきたものは、コスコで、もういつも通りだな。マンゴー、芽キャベツ、アボカド、セロリ、犬用ヨーグルト、キューピーのセサミドレッシングと、卵。あとは、お水と洗濯用の洗剤かな。最初に行ったマーシャルズで卵入れ、温泉卵とか卵かけご飯用の卵をこれに入れようと思います。ポミクとサムちゃんのおやつ入れにしようと思って、ずっとね、あそこに置いてあるあれハニーポットなんだけど、ちゃんと閉まんないしね、こうやってちゃんと閉まるものがいいなと思って、でここにチョークでね、何かかけるんだけど、お父さんになんか書いてねって言ってるので、骨の絵を描くって言ってましたけど、時折変えてくれるっぽい。ホームグッズではこのトレ、卓上の冷風機、めっちゃね、下びちょびちょになるのなのでね、トレー欲しいなと思って、まあ何でもよかったんだけど、このトレーね、トレーを探しにね行ったんだけど、結果いろいろ購入しましたが、プラスチックのミキーマウス、ミニーマウスとフルートとドナルドダックかのプレートセット4枚セット、お庭でご飯食べるとき用にね、いいんじゃんって言って、プラスチックね、水差し、こういうのに水入れるのにね、なんか一つと思って、いつもペットボトルに入れてやってたから、ちょっと安っぽく見えるけど、もうそもそも値段ね、安いんだけどね、まあ水入れるだけだからね、なんかで使うわけじゃないから、このプレートと同じプラスチックのコップ、これも外で食べるときにいいかなと思って、これはね、陶器なんですけど、丼かわいくない？これめっちゃかわいいと思って。これを2つ。持っていないね、ミッキーデザインのものはですね、基本的に最近購入するようにしてて、このプレート、これもお寿司で出したりとかするのに良さそうだなと思って。長いプレートでしょ？で、最後私のね、お洋服、ワンピースをね、2着購入したんだけど、さらっと着れるちょっと長めの V ネックの半袖のワンピースと、これじゃ分かりづらいけど。まあこれは普段ね、着ようと思って。もう1つは、ちょっとおしゃれ着のワンピースなんだけど、ポッケついてて、ちょっとねここ汚れてるから染み抜きしようと思ってるんだけど、そうこれしかなかったからね。お父さん待って待って、分かりづらいけど V になってて、なんかちょっとお袖も可愛い感じの、両方とも安かった15ドルぐらいで、なんか説明書を見ておりますが、まあとりあえずこの辺ババッと片付けて、ポミクとサムちゃんのご飯が終わったら、まあまだ明るいからね、ちょっとレイクを散歩行きましょうっていうことで行きましょうね。まあ食べましたね、お散歩行くんですよね、これからね。テンション上がっちゃうでやんちゅうなんですよね。まあもう8時過ぎ来ておりまして、薄暗くなってきておりますけれども、レイクの周りはね電気もあるし賑やかだからね、ちょっと歩いてこようと思います。でもね、今日ご飯の支度しようと思ってたんだけど遅くなっちゃったので、帰りにねピザね買って帰
帰ってこようと思います。それでは行ってきます。レイク着きました。おめでとうさまじゃ。テンション上げてるくだりでしゅく、楽しみだね。久しぶりだね。じゃ準備したら行きましょうね。え、タムちゃん来たね。おおおお、もうクロスしてるけど行きましょう。あったかいね今日もね。水回りだからね、ちょびっとひんやりはしてるけど。お、お仕事。あ、またベビー生まれてるんじゃない。ちっちゃいよね。ちょっと見に行くわよ。わっこいって言ってるけど、ちっちゃいよね。ちっちゃいよね。この前見た子たちよりも小さいよね。あ、でもあ、なんか種類が違う。違う、カラーが違うもん。白い、白いね。うん、なんか大きさが違うね。あ、違う違う。なんだろう、いろんな子が混ざってるのかな。でも前にいる子は小さいもんね。うん、落ちないでよ。お母さん2人。嘘、あれもあれもお母ちゃん。うん、どう思う。めっちゃ見られてる。違うね。タムちゃんでしょ。ハロー、ありがとね、来てくれたの。またね。いつもいる子たちとは違う子だね。時間帯でいろんな子がいるんだろうね。タムちゃん歩き方がなんか探してる歩き方してるけど、行くよ。いつもいる子、白い子ともう一羽いるね。お友達かな。仲良しさだね。かわいい。卵温めしたりしてるけどね。これ一晩ここで過ごすのかな、この方々。どこ、どっか置いちゃうのかな。分からん。卵温めていいのかな。あ、そうなの。あそこでなわけないと思うけど。てかいっぱいなんかピチャピチャピチピチャ。これはなんだろう、小魚。平日の夜でも賑やかですね。ていうかこのレストランこのぐらいの時間めちゃくちゃビューいいだろうね。ね、お父さん、このビュー見ながらだといいね。この時間にご飯食べるのいいね。ね、いいじゃん。これ見ながら食べるのどう。なんとも思ってないらしい。夜のあれ。夜のあれね。そうね、めっちゃ綺麗。初めて来たね、この時間。夜遅く来るの初めてだもんね。ダックいっぱいいる。ねんねしてるんだね。そのままこっち行きたいって言うんだけど。やめ、豚戻ろう。うん、ねんねだってダック。暗くなるとダックお目目見えなくなっちゃうのよ。なねんねなんだって。もう30分経った。うんうん、15分。今45分だよ、お父さん。どういうこと。15分ごとになって最後トントントンになるのかもよ。タオちゃん忙しい、チェックに忙しい。車戻ってまいりました。すっかり暗くなったね。では車乗り込んでピザオーダーして、それから出発だね。お父さんちょっと待ってたんだけどできたみたいで取りに行きましたね。お腹めでるけど、お父さんって、タムちゃんも見てる。まあお父さんずっとくっついてるの、車乗って。でもお父さんお父さん言って嬉しいんだよね。お父さん帰ってきてね、タムちゃんね。ゴミもだね、サニくんもだな。でもサムちゃんの甘い方はいつも以上だな。常にお膝に乗っていたい、常にこう頭をくっつけていたいみたいな感じで。あらら、お父さんまだ受け取ってないのかね。まあとりあえずお父さん来るの待とうね。すぐ来るから待っててね。はい、どうもありがとう。ソースあるか。はいはいはい、かまんけど。これね、取っておいて自分でピザ焼くときに塗るの。ああ、なるほど、ね、賢いですね。そう、よし、では帰りましょう。お腹空いたね。もう食べたか、ダメだとポミクは。お家帰ってきました。もうみんなよも吹き終わって、人間もこちょこちょっとねやりたかったことをしましたので、ご飯にしようと思います。すごい染みてます。ほんとだ、こっから漏れちゃったんだ。ペーパーがちょっとちっちゃかったんだね。そう、この前と一緒で、これガーリックブレッドでしょ。それはペパロニと玉ねぎが。で、これはいつもと一緒。お父さんソース何にしたの。トマト。ということで、まあゆっくり食べようと思います。で、この後お父さんは髪を切ってほしいって言っておりますが、大丈夫かな、寝ないでできるかななんて思っておりますけれども、お酒飲むわけいいんじゃない。飲むでしょ、ピザには。はい、そうだろうね、飲むだろうね。まあいいや、とりあえず食べましょう。いただきます。ただいま11時過ぎになります。お忙しい方がいらっしゃいますけれども。アパレルってどこに。褒めたソファーの上でねんねしてますね。お父さんは違う座ってたんだけど乗せてもらってた。で、多肉そこがいいの。タムちゃんもお父さんにひっつき無視してますね。まあ、ということで私はキッチンはね片付けたので、玄関もそろそろ閉めようかな。11時過ぎたしね。なんかね、家の中ね冷えてないんだよね。
人間が一人増えるだけで熱が出てるのかどうなのか分かんないんですけどいつもねヒヤッとしてたけどね、この時間ね少しゆっくりしようかなと思っているんですけども、そしたら絶対寝ちゃうな、どうしようかなって思っておりますが、とりあえずね少し休憩してこの4時間になりましたらね、シャワーして寝る準備していこうと思います。谷くんやちゅみー、とっても気持ちよさそうにねんねしてますね。お父さんも私もねここでね寝ちゃったんだけど、やっぱりお父さんがね目を覚ました時にね、サニフがねここに乗っておりまして、私たちがねソファーでゴロゴロする前はトイレ行ったりねご飯食べたりねねの前のね一通りの儀式をされておりまして、でね落ち着いて乗ってきたんだと思うんだけど、まあ、そしたらお父さんね目覚ました時にサニフがここにいたからさ、サニフが近くで寝てくれてるとか言ってて、自分が帰ってきたからさ甘えもさんしてるんだろうなみたいな感じのねことを言ってたんだけど、サニ君最近ずっとここで寝てるんだよね、マイブームここだからさ、まあまあまあいいよね、それがいいよね、サニね、お父ちゃん近くいたかったんだもんね、サニもね甘えもさんしたかったんだもんね、そうなのね。帰ってきた時はね、お帰ってきたのかみたいな感じでドライだったけどね、桶の中吐いて寝てて出てこずそのままねぽやーんとしておりましたが、まあそのねんねんの時間だったっていうのもあるからね、なおなお言ってね歓迎はしてなかったけど、ご飯の時間はねもうなおなお言ってね、お父さんがいるとさらになんか美味しいものをもらえるんじゃないかと思って頭ねぐりぐりこすりつけておりましたけれども、美味しいもらったんだよね、出品者でもらったんだもんね、何かね、よかったね。お留守番のご報告しました、お父さんに、特に異常なしだったじょって、今回は一番下の子分がよく働いたじょって、わしはじゅっとキッチンシンクの下いたじょって報告した、のんびりまったりマイペースに過ごしてたんですよね、にゅにゅおにゃくもふもふですね、かわいいですね。明日はお父さんお家でお仕事するって言ってたから、監督のお仕事お願いしますね。眠そう、今日はねゆっくり安心でねんねできるね、今日も一日ありがとね、ゆっくりねんねしてください、おやちゅみー。ポンポコリンさんいらっしゃいますね、お目が開いてますけど、ポムナもおやちゅみー、ビロリデリのかわいだ、何リラックシューなの、いいと思いますよリラックシュー、ポムナもお年帰ってきたね、嬉しかったでやんちゅのよね、ぶったね、テンション上がっちゃったでやんちゅのよね、でもねサムちゃんがね大歓迎してたからね、ぶったはじゃあちょっと引くでやんちゅよって言ってね、サムちゃんの興奮が冷めるまで待ってたんですよね、今日サムちゃん一日中興奮してたね、お父さん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 言ってね、ぶったも甘いもしゃんしたかったんだよね、お父さんにこのおもちゃ面白いでやんちゅよってね店に行ってたもんね、あしゃぼでやんちゅよ、いい子いい子してくれでやんちゅよ、あこしてくれでやんちゅよってね、サムがくっついていないね合間を縫ってねお父さんにねいろいろアピールしておりましたが、あでもタムちゃんと一緒にお父さんのことペロペロして大歓迎してたじゃん、そういえばあれはもうプッタが必ずお父さんねお泊まり社員行った時にねする大事なご挨拶なんですよね、必ずしてるねお父さんのことね、一生懸命舐めてお帰りお帰りって、お父さんやめるでやんちゅう言うけど喜んでるでやんちゅうのよね、今回のお留守番いかがでしたポメナ、特に変わりなしですか、プッタはマイペースに過ごしたでやんちゅうでしたか、そうだね、みんな仲良さでねお利口者してたんだよね、みんなみんなみんなお利口者だったよね、ほんみお利口者でいつも助かってます。夜のお散歩はレイク行ったじゃん、あの時間に行くの初めてだったね、しゅしゅしくて気持ちよかったあのままだね、めちゃくちゃテンション上がってましたね、いつも以上に足取りが軽快でニッコ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 ぴょんぴょん走りしておりまして、まあ最近ずっとね近所大きくぐるっと一周しかしてなかったし、車にも乗ったしで涼しかったからね、ポミにももちろんサムにもねとってもテンションの上がるお散歩だったんだろうなと思ってね、ポミだよかったね、またお父さん連れてってもらおうね、いろんなとこ連れてってもらおう、明日はねお父さんねお家でお仕事ですからね、監督のお仕事ねお忙しいと思いますけれども、よろしくお願いします、今日も一日ありがとうね、ゆっくりねしてください、おやちみータムでもおやちゅみー、ひんやりベッド入ってるのよね、お父さんがサム最近このベッド入るのってね聞いてましたけど、サムちゃんこのベッド気に入ってるんだもんね、入るのよね、ちゅめくていいのよなんだよね、夜はね絶対にポミくんにね奥のベッドを譲ってサムちゃんここで寝ますね、もちろんね上にも乗るけど、日中のね一番暑い時間帯と夜ね家全部閉め切ってからはねここ入ってることが多いかな、冷たくて涼しいっていうのが分かってるからね、
ね、先日もお話しいたしましたが、サムちゃんね、日向ぼっこが好きで暑いのは得意だけど、暑いのは暑いらしいからね、上手に自分で調整してね、涼んでますね。今日とめちゃすごかったね、お父さんにお帰りお帰りの大歓迎。ちょっと長くね、お父さんね、出張行ってたからね、拗ねてね、あんまりくっつかないかな、どうかななんて思っておりましたら、まあもうずーっとくっついてた。お父さんがちょっとでもこうしゃがんだり低い姿勢取ったりしてピョンと飛んでね、お膝に乗れるぐらいの高さになったら、もうすごい勢いで走ってってバッと飛びついてね、バババッと駆け上がって首元に顔をねうずめてねおりまして、車乗ってる時もずーっとお父さんにねくっついててね、お散歩帰る時車乗り込んでピザオーダーしてた時ね、タッとお父さんのお膝乗ってね、また首元にね顔をねうずめてね、お父さんの顔をねペロペロ舐めててね、お散歩楽しかったわよありがとうねって言ってね、一生懸命くっついてた。お父さんのことチョキだね、トムちゃんね、よかったね、お父さん帰ってきてね、うるしゅばんねしてた間ねつまんなかったわよってね、明日からまたいっぱい遊んでもらいましょうね。お父さんのお仕事の監督もするんでしょ、サムちゃん、サニックとプミクとね一緒にお願いしましょうね。今日も一日ありがとうね、ゆっくり寝寝してください、おやちみ。本日もこちらで最後のご挨拶をさせていただこうと思います。ただいまですね3時過ぎになります。今日もねちょっと遅くなっておりますが、私きっと寝ちゃうだろうなって言ってたと思うんですけれども、そうソファーでねお父さんとプライムデーのもう終盤だったから、なんかちょっと見ようか言ってね話しながらね見ておりましたよね。もういつの間にか眠っておりまして、で寝ちゃったと思って目を覚ましたのが1時半ぐらいだったかな。もちろん玄関は閉まってたんだけど、ここのね窓開いてて、ベッドルームの窓も開いてたんだけど、まずはポミさんも寝かして歯磨きさんあげて、で戸締まりして、そんなこんなをしてる間にお父さんもね起きて、あーもうこんな時間よく起きたね愛さんとか言われたんだけど、じゃあささっとねシャワー浴びて寝ようよって言ったら、もうちょっとって言ってて、もうねまあまあまあいいやと思って、じゃあ待ってるからねって言って先に私シャワーを浴びまして、私がシャワー上がってスキンケアしてる時からにお父さんね、やってまいりまして、シャワー浴びて、今はね裸ん坊でベッドでゴロゴロしながら何かね SNS かなチェックしておりました。だが、まあもしかしたら裸ん坊で寝落ちしてる可能性もあるんですけども、あそうそう食後にね髪の毛もね切りたいなんてね話をしておりましたが、それもねしてないんだけど、虫がいっぱい外飛んでるから嫌だって言い始めてお父さんがね、じゃあまあ明日昼間やろうかっていうことでね、まあ私がまたベッドルーム戻る頃にはですね眠ってるんじゃないかなと思います。まあということで、本日はお父さん約1週間かの出張を終えてね、無事にねお家に帰ってまいりまして、本当よかったな、安心したなと思っているんですけれども、まあ私はお父さん帰ってくるまでの間ね、お家のこともさささっとね終わらせて、日経マーケットお買い物に行って、お買い物帰ってきた後ね、お父さん持ってたよりも早く帰ってくるかななんて思ってたんですけれども、救急ポイントが LA を抜ける前の峠でいつもするんだけど、もう LA 入ったらね大渋滞でダウンタウンでは止まってたって言ってたので、そこからねもうずっとね渋滞してたって言ってたので、もうねやっぱりオフィスにお仕事ね行かれてる方も増えてるから、かなりね渋滞増えてまいりましてね、以前が 100% としたら、そうだな、でもどうだろう、まあ 100% までは行ってないとしても、ほぼほぼ 100% に近いぐらいトラフィック状況っていうのは戻ってるかななんて思っているんですが、まあ、なのでね昨日言ってた2時半ぐらいかなにね帰宅いたしまして、まあだけどね渋滞してたとは言っておりましたが、そのぐらいで帰ってくれてよかったかなと思っているんですが、でお父さん帰ってきた後もですねお買い物に出まして、お父さん出張中はねやっぱりずっとマスクしてたみたいなんだけど、今日ね初めてあマスクしなくてもいいんだなんて言いながらね店内ねぐるぐる歩いていたんですが、すごく違和感を感じるって言っておりましたね。まあこの約1年3ヶ月ぐらいかね、お買い物出る時というか、まあお外出る時はねマスクしていたので、すごく違和感を感じたんだろうなと思って、これでいいのかな大丈夫なのかななんて言っておりましたが、まあですが私ねよく見れたんだけど、先日カリフォルニアのまあ成人ですねの7割がワクチン終わってるっていうねお話ししたかなと思うんですけれども、今もっと進んでるのかなどうかなとは思ってるんだけど、マスクされてない方、マスクしてる方どのぐらいかな、割合としては半々、もしくはマスクされてる方の方のが多いかなって
って思って、まあもちろん今日ねお買い物中にねすれ違った方々ね、もしかしたらねワクチンされてない方が多くいらっしゃったのかもしれないんだけど、まあですが割合から考えてもやっぱりマスクしてる率の方が高いなと思ったので、やっぱりワクチンをしていても感染しないわけではないから、自分の身を守るためにワクチンをね接種されてる方もマスクしてねお買い物されてるんじゃないかなと思って、やっぱり夏ね暑くなってくるとねマスクしてるとねお外にいる場合はすごくきついと思うんですけれども、エアコンのついてるね涼しい店内にいる分にはね、特にそのマスクしてるから暑くてなんか気分が悪くなるなっていうこともないだろうし、まあなので店内でそうやってお買い物する場合は予防のためにもマスクをしてお買い物した方がよりねリスクはね避けられるかななんて思ったんですけれども、まあなのでこれからはねやっぱり自己判断と自己責任っていうのかな、そういう段階っていうのかなに来てるのかななんて思って、まあなのでね先日もお話しいたしましたが、私たちもですねお出かけするときはね必ずねマスクを持って出ようとは思っております。まあ、なんかちょっとマスクの話でまたね長くなってしまいましたが、お父さんね無事に帰ってきてもうほんとみんな喜んでね、まあとにかくサブちゃが喜んでおりまして、お父さんお父さんお父さん言ってねもう片時も離れずにねピトッとくっついておりまして、お父さんサブちゃんのこと可愛がってるしね、もちろんサニクもフォミクも可愛がってるけど、サブちゃんがねすることね、やっぱりお父さん可愛くて可愛くて仕方ないんだろうなってね思いながら見てたんですけど、やっぱりサブちゃん女の子だからって言ったらあれなのかもしれないけど、サニーやトトやフォミとは全然違うね行動や甘え方や、まあいろいろ仕草とか、今日一日ねお父さんねずっとデレデレしておりましたけれども、フルーツスタンドファーマーズマーケットにもね寄ってきてくれて、チェリーとイチゴと桃たっぷりね購入してきてくれて、チェリーね少しいただいたんですけれども、小ぶりの方のが甘かったかな、大ぶりの方のがちょっとね酸味がありましたね。イチゴはねもう食べ頃でねめちゃくちゃいい香りしてたので明日には食べたいななんて思ってるんですけれども、桃はねもうちょっと常温に置いといてね柔らかくなってからねいただこうと思っておりまして、お父さんからのお土産でね、まあ、サニ君はねフルーツ食べないけど、私もねコミ君もサムちゃんもですね数日楽しめるなと思っております。お土産の話になってしまいましたが、とにかく本当お父さんがね無事に帰ってくることが一番なので、今回は本当にね急遽いろいろ予定が変わってかなり忙しかったみたいで、新店の応援に行った約2日間はほぼ飲まず食わずで仕事してたって言っておりました。以前ね現場にいた時はそういったね生活しておりましたが、久々にしたって言ってね2日目でなんかこの辺がこけてきたみたいで、ほんと不健康だなって言っておりましたけれども、今日一日でねだいぶ取り戻したんじゃないかなとは思っているんですけれども、今日はお休みだったけどねいつも通りでなんかねバタバタと活動はしておりましたが、明日からねまたねお仕事忙しいようなので、お父さんね本当にタフだけど体調管理気をつけてね休める時はしっかり休んでね頑張ってもらいたいなと思っております。ということで本日はこの辺りで電気を消してベッドルーム行きたいと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。